ライオネル・ローグは、イギリスで活動したオーストラリア出身の言語、聴覚師、演劇俳優。ジョージ6世の喫音治療を手掛け、見事成功させたことで知られる。オーストラリア、南オーストラリア州のアデレード2880年2月26日に4人兄弟の長男として生まれた。祖父のエドワード・ローグは、ダブリン出身で、醸造業を起こしていた。 プリンス・アルフレッド・カレッジに入学。ヘンリー・ワーズ・ワース・ロングフェローの死に出会い、言葉の持つリズムや音声に興味を持つ。また、遊弁術を学ぶ。アデレード大学では音楽を学ぶ。その後、パースで演劇活動を行う。婚約時のローグ夫妻第一次世界大戦後、戦争神経症を患い帰還した兵士を見て、遊弁術を活用した患者の言語障害治療を始める。 1924年、妻と3人の子供を連れて、イギリスに移住、サウスケンジントンで、言語セラピーを開業。1925年、大英帝国博覧会における、ヨーク公アルバート王子のきつ音混じりのスピーチを、ラジオで聞き、ヨーク公の治療依頼を受けて、1926年に、治療を開始。当時、言語療法は、うさいくさい、民間療法と思われていたが、 後には、ジョージ6世の戴冠式には、妻と共に、貴賓席に招待されるほど両者は親密となった。ローグの喫音治療は成功し、1939年9月、ジョージ6世は、第二次世界大戦の対独戦線布告時の、ラジオ演説をどもらずに成し遂げた。ジョージ6世の喫音が治癒に向かうにつれローグの収入は減ったが、 1944年には、ロイヤル・ビクトリア・勲章のコマンダー賞を授与されるなど、その進行は続いた。ローグは、ジョージ6世が1952年2月6日に、崩御した約1年後の1953年4月12日に、ロンドンで死去した。同年4月17日の彼の葬儀には、ジョージ6世の長女である、エリザベス2世女王、ジョージ6世の王妃であった。 エリザベス交代号から直視が使わされた。本記事は英語版ウィキペディアの記事 EN ライオネルローグを省略しています。出典は当該記事に記載されています。ありがとうございます。